にちは。さあ今日はですね、はい、袴田チャレンジです、はい、そうなんですよ、はい、ちょっと私盗塁してみたいなと思って。私意外と足速いんですよ。俺から？はい。いや絶対無理やと思う。あ、そうですか。でも佐藤さんもやっぱちょっとスタークアウト見ててもやっぱ若干こうあれじゃないですか。あのね、綺麗にね、うんうん、もうそれはもう、ね、それはもう何も言えねえ。だから、うん、私盗塁できるかもしれないと思って。いや俺キャッチャーだとちゃんと投げれるよ。あ、そうか。でもキャッ、そうですよね、本職のとこですもんね。もう楽勝。じゃあ俺ももし袴田さんに俺盗塁されたら、じゃあ袴田さんにアイスを送るわ。お、ありがとうございます。最高級のやつですよね。うん、ロッテで。はい、うん、ロッテの最高級のやつですよね、うんうんうん、はい。俺あの芸人10人俺から盗塁できるかっていうので、はい、あの小畑のお兄さんとかみんな来て企画やってけど、全員刺したからね。え、じゃあ絶対無理じゃないですか。でももうそれ6年前ぐらいの話。じゃあできるかもしれない。ね、ということでね、はい、盗塁ができるか、はい、チャレンジです、はい。この大体何秒で走ればいいんでしたっけ。ん、あのプロだったら 2.3 秒。 2.3 秒。じゃあ、 あの牽制とかなく、なし、牽制なしでリード多めで、そう、だからどこまでリード、だからとりあえず普通のリードから、はい、どこまでリードしたらセーフになるかっていう。そうですね、うん、まず普通のね。オッケーです、大丈夫です。はい、いきます。それは無理よ。じゃあどこまでリードしたらいけそう。ここだったらいける。いける。先生あと1メートルぐらいだったよね。多分いけます。そう、絶対させるって。じゃあ本気、俺も本気出すからね。待って待って、ちょっと体力、今待って待って、2本走ってる。体力が完璧？あの体勢が。これスライディングしたらいけるかもしれない。スライディング、スライディングするんですか。3本目の挑戦。今この辺でしたよね。ここそこだといける。いける、絶対いける。いきます。はい、何秒でセカンド到達するかやってみようよ。俺が取ってからセカンドが取るまで。オッケー。はい、はい、できます。あれ？あれ？バッテリーコーチ。今速さ追求してるから。大崎君キャッチャー見て入ってからで。はい、行きます。今のはちゃんと投げる。はい、はい、2.16 です。遅え。2秒は切りたいな。まあ 1.95 を平均的に切らなきゃいけないわけ。1.95、待ってください。ミットに入るまで、入るまでよ。はい、オッケー、じゃあいきます。はい、2.16 です。さっきと同じ。やっぱあの投げる球が遅いよな。
はい、はい、ここら辺、ここら辺わかりました。あー 2.33 です。よし、ラストじゃあ、気合いのラストや。さあ 1.95 を切ります。じゃあ、2秒切る、2秒、はい、今も 1.95 は無理よ。この方の、あれだと。2秒切れるか。2.18 です。あ、ラスト、あ、もう1球。もう親父か、俺も肩肘が死んでる。なんとか取ってから早くで。いきます。2秒切れるか。あ、2.18 です。取ってから早くない？めちゃくちゃ早いです。取ってからは。ただもうボールの勢いの。ボールの勢いが死んでるもんだ。サトさん引退してから特に野球やってるわけじゃないですもんね。そう、今日久しぶりに投げた。足筋肉痛ですか？いや、めっちゃ筋肉痛、足とか。さあ、今日何と思った？疲れましたでも、楽しいですね、こうやって野球場でプレーするの私初めてだったんで、すごい楽しかったです。今度はちょっと試合したいですね。はい、したい。ちょっと人数集めてね。はい。私、どこ守れますか？守れるんちゃう？待って、私、落合さんの打ち方したら結構打てるんで。うん、まあまあ、そうだね。はい、はい。だから、まあ、ひょっとしたらね、はい、YouTube で募集をかけて、はい、チームを募ってね、うん、試合をするかもわかんないですけども、はい、今はまだシーズン中でね、うん、総チェックが相当忙しいんでね、まあ、シーズンオフできたらね、はい、ちょっとやってみたいですね。そうですね、はい、今回の勝負は私は、まあ、盗塁リード拾いでったじゃないですか。うんうん、あと佐藤さんも2秒の、ね、タイム切れなかったんで、うん、もうドローってことでいいですか？そうですね、はい。まあ、どんだけ2人が、だから博物館も結構走ってたで。あ、本当ですか？うん、足だから昔から速かったんですよ。いいフォームだった。やっと久々に走ったんですけど、うん、やっぱ今日のがね、何の動画やって言われると、はい、まあ、2人で楽しいんだっていうと思う、はい、野球を楽しんだっていう、野球を楽しもうっていうね、はい、動画になっております。そうですね、はい、はい、皆さんも野球を楽しもう。